松田一家のドアはいつも開けっぱなし。皆さんこんにちは、俺たち五大名です。このラジオ番組は松田一家に集まるアーティストが週替わりでお送りするラジオ番組です、うん、さあ今年もあと残すところ2ヶ月、はい、みんなは食べ損ねたものとかないかな。ないあっさりもうちょっと辛いよ、その欲らまよ、うんうん、それ多分さ思い残すことじゃねえの、うんうん、まあ、ショートもいいよね普通ショートしか言いませんよそうですよ、倉間さん。まあでも食欲の秋とも言いますからね、うんうんうん、この際今のうちに美味しいものを食べに行ったりするのもいいかもしれませんね。おー、来年たまにはいいこと言うね。たまには余計ですよ。だがしかし悪くない、うん、そうですよね。ぶっとくるいっそのことこうみんなで日帰り旅行にでも行きませんかね。お前な、それ調子乗りすぎだって、もうしょうがないな。はい、これ、うん、あった旅行のプラン、いくつか用意しとく。行く暇満だね、同時。いやさ、うん、あのお昼の情報番組とかあるじゃない。昼の何ですか、何ですね、あるじゃない。昼のなんていうのか分かんないけど、そういうの見てるとさ、こうサービスエリア巡ったりとかさ、なんだとかあるじゃん。それを見てたらさ、行きたくなっちゃってな、うん、でいろいろ調べたら本当な、こういろんなプランがなあるからな、うん、まとめてみた。ありがたいな、ね、兄貴。確かに旅行もいいかもしれないですけど、うん、俺たちには妖魔大使という使命があるんですよ。それをおろそかにするのはいかがなものかと思いますよ。タゲル、違うよそれはね。次に襲われている街を我々自ら探し出すのです。そうそう、いつもやってることだろタケル、まあ、俺たちをこう旅しながらっていうのが基本なんだからさ、まあ、そうそこに、うん、そこにだよ、うん、ちょっとした楽しみ、あれだな、ふりかけだな、うん、スパイスですねふりかけスパイス一緒だろ、うん、最後じゃなくて、うん、最後じゃなくて途中で入れてください、ね、途中で入れるの、はい、え、でも大人のやつだよ俺、関係ない大人のやつ関係ない関係ない、まあまあ、じゃあ何、そのスパイスだな、それだ、はい、それがあると旅も楽しくなるだろ、はい、ほら見てみろここ、はい、これ見ろ、海鮮の食べ放題だぞ、新鮮なやつだぞお前、これそんなの関係ないっすよ。こっちスイーツの食べ放題ですよ。あるね、いいね、いいね、こっちはお肉の食べ放題。もう兄貴たち、もうそんなんじゃダメっすよ。行くならイチゴ狩りがあるプランにしましょうよ。あとはお土産がいっぱい選べるところがあったりですとか、自由時間があったりした方が絶対楽しいっすよ。うん、はあ、え、うん、まあ、なんかこうタケルがねノリノリになるとなんか逆に ね逆にってなんすか、ね、うん、違うんだよ、違うんだよお前さ、いつも俺らさ妖魔狩りしてるでしょ。妖魔狩り分けてほしいの。妖魔退治じゃないですか、妖魔狩りじゃないですか買ってるようなもんだろ、まあ、そうかもしれないですけど、だからさ、そのせっかく違うな、そのなんだっけ、はい、ふりかけじゃねえよスパイスとしてこう入れるわけだからさ、まあ、狩りから離れたいわけ、うん、ね、うん、なるほどね。しかもイチゴ可愛いでしょ。枯れない枯れない。え、そこっすか。そこだよ。え、イチゴ信者っすか、もしかして。イチゴ信者ってなんだよ兄貴の部屋がイチゴだらけみたいになってます。イチゴ聖火みたいな。おせんべいになっちゃった。おせんべい、うん、もうおかしになっちゃった。まあとにかく狩りは分けたいわけ。なるほど、わかる、うん、だからな、俺としてはだな、これでいつまで続けるこの。じゃあもう企画移りましょう。そうだな、そうだ、移っちゃう。じゃあ行きましょう。企画、松田一家のおすすめの本の企画、はい、今回は誰が紹介します。はい、はい、今回は自分が紹介します。お、じゃあタケル、はい、お願いします。了解しました。今回自分が紹介する本は、うん、週刊少年マガジンで絶賛連載中の野球漫画、うん、寺島裕二作ダイヤのエースです。あ、それあれだな、はい、野球漫画だってな。そうですね、お前ほんと好きだなまあまあまあ、まあ、結構好きなんですね、うん、野球が、野球漫画な、まあ、でもその中でもおすすめするってことは相当だぜ、うん、そうですね、うん、もしかして、はい、タッチより面白いコメントしづらさ聞いてましたね。ハードル上がっちゃったね、まあ、タッチよりかは野球やってるかなって感じです。恋愛面で言ったらタッチの方が面白いかみたいな、あ、 そんなところですよ。住み分け、住み分けがでかい切り抜けましたねまあ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 、まあ、とりあえず自分の一押しの作品でございますね。このダイヤのエースは2006
2016年の24号から連載が開始、うん、2015年の7月号ま、7号じゃない、7号前ですね、うん、2015年の7号までが第1部として連載、うん、今年の8月に発売された38号からまた連載が開催され、うん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 、再開ですね、再開され、うん、ここから第2部がスタートされました、うんうんうん、全然入ってこない数字が多すぎて全然入ってこない、まあ、とりあえず2006年から今年の、うん、まあ、7号っていうところまで第1部が連載されてて、うんうん、で今年の8月になったら第2部がスタートしましたということでございます、ね、はい。で第1部はどんな内容なの？そうですね、第1部なんでございますが、うん、主人公でピッチャーの沢村栄純が中学最後の試合の最後の1球で見せた大暴投から物語が始まります。たまたまその試合を見ていた西東京の名門校、うん、青道高校のスカウトの人の目には沢村が最後に投げた暴投に対して、うん、野球選手投手としての本能が投げさせたあの一球こそ誰にも真似できない天性の素質があると見抜き、青道高校へスポーツ推薦での入学を進めます。青道高校へ入学を決意した沢村は入部から自分に足りないものを練習試合を通じて学んでいき、1年生ながらレギュラーの座を勝ち取り、夏の大会秋の大会で甲子園を目指していくのが一部のお話でございます。なるほどな。それで2部が今やってると。そういうことです。うん、はい。2部は？は、あの、なんと、その途中から始まってるわけです。この、この夏の、秋の大会で甲子園の、うん、春の甲子園の切符を獲得して、うん、そこから再開されているということになっております。なるほど。はい。コミックの方が1巻から47巻まで出ておりまして、うん、まあ、ハラハラドキドキの試合はもちろんでございますが、うん、ギャグ要素もいっぱい、野球に対してのみんなの、あの、立ち向かう姿勢ですかね。立ち向かうの？野球に立ち向かっちゃうんですか？やっつけんの？いやいや、打ち込むっていうか、打ち込む、そうそう、それですね。打ち込む的な感じでございますね。うん、まあ、高校球児たちの熱い精神をぜひ皆さんも読んで楽しんでみてください。うん、今回紹介したのはダイヤのエースでした。なるほど、うん、はい。でもあれだな、何ですか、青道高校のそのスカウトの、うん、その大ボードを見て、うん、投手としての才能を見出すみたいな気持ちわからんでもないな。何ですか、何ですか。わかるでしょ。うん、そうですね。クラマもわかるでしょ。はい、あれはあれ。あれか、うん、あれね。うん。才を落とすタケルを見て、はい、選手としての本能を見出す的な。嘘、うん、そういうとこなんですか。そういうとこだよ。え、うん、じゃあ普通はさえ落とさないですから、まさかそこで落とすっていう、まさかそこで落とすってところで落とすあたりに何か才能を感じずにはいられない、うん、自分がいる落とすところからこう何か新しい何かが生まれるかもしれないっていう、成長の過程だからこそこう落としてしまう、うん、そうかもしれない、ね、うん、そこに何か化ける要素があるそんな気がする、はい、まだ完成されてないんだなっていう、うん、その伸びしろっていうの、うん、そこを感じるよね。タケルの今後に期待してくださいけど、ね、うん、それはないけど、そう、上げといてここまでそれはないけど、ね、もう次行きましょう。次、あ、次行きますか。はい、お願いします。続いての企画、はい、来源のあなたの本心暴いちゃいます。ます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 そこどういう効果かかってるかこちらの企画はですね、はい、これから皆さんには簡単な心理テストに挑戦していただきます、うん、はい、深く考えすぎず、うん、直感で答えていってください、はい、うん、なるほど、はい、そうするといつもはおにぎり好きと言っているクロマさんは実はパンの方が好きという驚きの事実が判明するかもしれません。もちろんどっちも好きでしょうね、うん、では早速テストに移りましょうやりとり最初の心理テストはこちら、はい、うん、今はもう廃校になってしまった古い学校、うん、どんな場所にお化けが出ると噂されていますか。ピンポーン、早いちピンポンないっすからこれいつも言ってますけど心理テストの1問目絶対ピンポンやってますけど、嘘嘘、ピンポンないっすから。やってないよ、やってないよ、やってない、常に新しいことに挑戦してるわちょっと後で放送聞き直しましょう。絶対そうですから、やってる。じゃあなんで置くのピンポン自分で置いてるんじゃないですか持ってきてるんですよ。あ、そうなの、はい、そうなの。次の4つの中から選んでくださいね。そう、クイズじゃないですからね。あ、そうだったな。ではいきますよ。お願いします。 A 理科室、あらないそう。 B 音楽室、あ、これまたいそう。 C 体育館、あ、いそう。 D 校長室、あ、いそう。全部コメントが雑。いや、確かに全部いそうですよね。いそうだな、うんうん、古い学校だったらどこにでもいそうだよ、ね、本当ですよ。その中でも特に強力なやつってこと、ね、どこに出ると噂されてるかって話ですね、はい、はい、自分は B の音楽室。あ、うん、はい、まあ、やっぱなんか夜誰もいないはずなのにピアノの音が聞こえるみたいな、なんかそういうよくあるじゃないですか。定番の、ね、はい、なるほどね。誰が、うん、お化け
おう。え、絡みづらい。そうだな。倉間さんはどうですか？僕はね、理科室。理科室。うん、ほら、あの、生物をやっぱり扱うじゃん。あそこにやっぱり解剖とかあるからさ、それで、あの、死んだ魂がな、その部屋に定着してるから、自爆霊的なのが、ね、出るんじゃないかなと。人間の解剖までやってんだな、最近は。人間は、まあ。何の霊かとは言ってないですから。動物的な部分です。動物的なやつ。どうしてなんとしんさんはどうですか？俺はやっぱり D だな。D、校長室。うん、こう、うん、夜な夜なこうガラガラガラって開けるとだ、はい、そこになんと、うん、人影が、うん、はっと思って見ると、うん、校長が、うん、ズラを取りにやってきている。校長、それをびっくりするけど、それお化けじゃない。お化けじゃないよ。いや、お化け、お化け。あ、お化けズラを取り、ズラに未練があるんだな。うん、あれかな、ご遺族が棺桶に入れ忘れたのかな。じゃあ家に行きなさい。はぁと思ったら足も毛もねえっつって2段階で驚きが、ズラの校長を見てしまったっていうところからの、あ、幽霊だったんですよ。もう2段階そう、なるほど。そんな感じでお願いします。じゃあ結果に、これ何、これ何が分かる。はい、このテストではですね、あなたがセクシーさを感じる相手が分かります。え、俺校長に感じてるってこと？あーと、深層心理を読み取るので、まんまじゃない。あー、そうか。もしかしたらセクシーな校長がいるかもしれない。あのハゲに男を感じる。じゃあ結果に移りましょう。お願いします。では誰も選ばなかった C の体育館からいきましょうかね。あ、はい、お願いします。体育館はですね、スタイルがいい人、うん、体育館という答えは、あなたがセクシーなボディの持ち主に魅力を感じることを表します。そういう相手なら多少性格などに欠点があってもつい許せてしまうかもしれません。いや、来月の兄貴ですよね。体目当てだから。私失礼な言い方で違いました。見た目も心も全て見ますよ。そうですよね。そうですよね。そういえばそうだな。じゃあではね、クラマさん、うん、A 理科室、うん、はいはい、インテリ系の人、いわゆる頭がいい人ですね。あなたはマニアックな知識をたくさん知っていて、うん、何でも教えてくれる人に魅力を感じてしまうタイプです。まあ、クラマさん自身が職人タイプですからね。あ、そうですね、確かに。では次、 B、はい、音楽室、これ竹ですね。はい、これはですね、はい、声がいい人。声がいい人。音楽室という答えは、うん、あなたが声がいい人に魅力を感じることを表します。自分では意識していなくても、うん、今まで好きになった人は全員好みの声を持っていたんではないですか？思い出してください。余裕でしょ？脳内で再生するなんて。そうですね、はい。アニメ好きだしな、お前な。そうですね、うん。当たってるのかもしれない。そうですね。うん、では、D、校長室。校長室、うん。上から目線の人。あらら。学校のトップでもある校長先生の部屋は、あなたが上から目線でせ、ん？あなたが？あなたのこと？ん？あなたに対して、こう上から目線で迫ってくる異性に魅力を感じてしまうことがあります。ちょっと威張った感じで名前を呼び捨てにされたり、うん、冷たい態度を取られたりすると、逆に相手のことが気になってしまいそう。おっと、ツンデレにも弱いタイプじゃないですか。だから松田さんに弱いんだな。確かに。ただ結果出た瞬間、増田さん、ふーってめっちゃ笑ってた。おかしい。おかしい。おかしい。なんか意外な結果が出たような気もしますね。大体合ってる感じですね。うん、合ってるのか、まあいいか。特に自分に対してなんか、よく当たってる感じですかね、これ。うん、かもしれない。うんうんうん、どうします？もう一問いっちゃいますか？いけ、ある、いける？いっちゃうか、はい。いきましょうか。シャッといこうか。はい。では、次の問題。はい、お願いします。女性がオーブンの中を覗き込んでいます。はい、恋人のために何を作っている？うん、A. 鶏の丸焼き、うん、B. ケーキ、うん、C. グラタン、うん、D. 魚の香草焼き。まあ走っていきましょう。自分ケーキ、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 ケーキいきます。自分もケーキいきます。じゃあ僕もケーキいきます。どうぞどうぞ。そういうのじゃないでしょ。時間持ってない。純ケーキ、純ケーキ。俺ね、グラタン食いたい。グラタン食いたいから。じゃあ鶏の丸焼き、鶏の丸焼き。こちらの問題はですね、あなたが恋人にしてあげたいことがわかります。あれ、気になる。包んであげたい的な。チーズで、チーズで包んであげたい的な。クリームソースもありますよ。何でしょう。さあ、こちらの問題の答え、はい、なんと、はい、時間がなくなったんだ。上手。 MC 上手。あんなに急いだのに。いや、どうぞどうぞ言ってるから。余計なことするから時間がなくなるんですよ。あれ20秒使ってますから。あれか、すぐボケだからな。まあまあ、皆さんごめんなさい。
じゃあこの診断結果はまあブログでみたいな形にしましょうか。ちょうど更新するきっかけにもなるんじゃないですかね。はい、頑張ります。ではそろそろ時間となってしまいましたので、来源の兄貴いつものお願いいたします。はい、わかりました。皆さん、このラジオへのご意見ご感想励ましのお言葉は matsuda-ikka@atosuta.com matsuda-ikka@atosta.com までお願いいたします。はい、あと我々五大名やドリパフォの出演情報なども分かる五大名ブログも頑張って更新しております、うん。検索方法はインターネットで五大名と検索してください。はいはい、五大名の五の字は漢数字ではなく守るって方の漢字なので、お間違いのないようにお願いします、うん。それではまた次回お会いいたしましょう。これにて失礼。